まずは山形です。キーパーが後藤正明、ディフェンスラインが河合歩夢、西村、野田、小野で組む4バック、ダブルボランチに高江と南、ウイングに伊坂と宮城、トップ下が後藤祐介、ワントップに藤本を予想しています。続いて群馬のスタメンです。キーパーが串引き、ディフェンスラインは岡本、酒井、城和、中塩、ダブルボランチに天笠と風間、サイドハーフ佐藤と杉本、ツートップに平松と川本を予想しています。相手陣内にまずは押し込んでいる山形、一旦戻す、ここから縦に入れる後藤祐介、フリックして南の折り返し、坂瀬、ここは串引き正俊ファインセーブ。そうですね、最後の最後まで結構右から左にねボール、まあ、目線も振られたんですけど、で最後伊坂善選手の滑り込みながらのシュートでちょっとこうボールがなんだろう浮いたのかな、ここでね、あ、はい、中塩、ここですね、縦、川本、はい、一旦戻して風間一つ持ち出して中塩浮かせて川本、ま、はい、中を見るクロスボール、ヘディングアスでいった、佐藤亮がしっかりと合わせていきましたが枠は捉えられませんでした。拾いました南、後藤祐介、右足ダイレクトで伊坂が上げて藤本が待っています。宮城、足を取られた、高江、藤本の左足、串引きのファインセーブ。ファーサイド跳ね返す伊坂善意、伊坂善意のシュート、先制は山形。プレーオフ争い、この苦しい展開で伊坂善意がゴールを決めました。今シーズン6ゴール目。これ一旦最初城和選手がしっかり跳ね返すんですけど、これがちょうど伊坂選手が待ち構えてたところで、これ若干コース変わりましたか、風間選手の頭に当たってよりなんだろう、こう高さが出てしまったということと、ドライブがかかってしまったんじゃないですか、よりここで、あ、はい、そうですね、多分風間選手だと思うんですけど、いやー、うん、今度は中央、ここに味方選手はいませんでした。岡本の左足、同点に追いつきました群馬。セットプレーの流れから岡本が左足振り抜いていきました。ここもね、山形一旦弾きました、これ川合選手が弾きました、はい、これに対して小野選手もねすぐ左足の警戒がなかったですね。右足に対しての警戒したこう守備の立ち位置ですよね。それを見て岡本選手は逆取って、ただ素晴らしい巻いていくシュートですね、うん、であとは本当ピッチがスリッピーなのであえて浮かさずに低く、はい、叩いた。今度もいや、ヤオリドンピシャ、中塩ですか。そうですね、いや入ってもおかしくないっていう、それぐらいの精度のボールでしたね。このままだと甲府が6位に浮上して勝ち点61ポイントあ、アディショナルが6分と表示されました。小野が前を向いてチアゴをシンプルに使う、裏に抜け出しているチアゴアベス、預けた高橋純也が決めた。山形復帰後初ゴール、貴重な貴重な勝ち越しゴールを決めました。この小野選手のチアゴへのする大きなボールですね、これやっぱスリッピーなので難しかったですね、対応が坂井選手、はい、ここでちょっとそうですね、ちょっとボールうまく持てずにチアゴ選手もスピードダウンさせられたかなと思ったんですけど、ちらっとやっぱ高橋純也選手の動き直しといいますか、サポートをしっかり見てたんですね、完全にバランスを崩して視野もなくしたわけではなくて、
時間取りますね。ここで試合終了の笛、モンテディオ山形これで3連勝、プレーオフ争いに貴重な貴重な勝ち点3を挙げました。